ございます。今からですね、今日は10月の14日の水曜日なので、今日僕はお休みなんで、今日はマイキンを食いたいと思います。行ってきます。一旦行ってきますわ。はい、あっという間に夜になりました。めいちゃんおかえり。ということでね、今日もまたダイエット料理ね。もう昨日から何にも食べてませんね、不動産社長。今日は牛すじ煮込みキムチ鍋です。で、かぼちゃ、梅干し、そしてお姉ちゃんは市販のとキムチのスープとおばあちゃんが作ってくれたおでんがいっぱい残ってたので、腐らせる前に今日はいっぱい食べます。うん、あとかぼちゃとグルーブルーとかぼちゃがなかなかなくならんね。それでは、お行儀よく、はい、手を合わせさい、いただきます。いただきます。